山口市小郡下郷にある山口総合健診センターです。先月22日から新型コロナウイルスの感染歴を調べる抗体検査を始めました。抗体があるのかないのか、感染したことがあるのかないのか知りたいと思われている方がたくさんいらっしゃると。抗体検査は通常の血液検査と同じ方法で実施されます。採血した血液を遠心分離機にかけ、検体となる血清を外部の臨床検査会社に送ります。およそ1週間で結果が出て、感染から2週間以上経過している場合に陽性の判定が出ます。検査に訪れる人は増加傾向です。開始から3週間ほどでこれまでに100人以上を検査しました。陽性と判定された人はいないということです。どういう地区に抗体を持っている人が増えてきたよとかですね、山口県の中のそういったその感染状況も把握するツールにも一つになるので、そういった情報も私たち知りたいですし。検査は予約制で、健康診断と合わせて検査することもできます。一番はご自分の体に興味を持っていただきたい、ご自分の体を知っていただきたいという形の中で、その新型コロナウイルスの抗体検査ということも、実施しようと、時期もそういうフェーズに入ってきたんじゃないかと。